久留米市に本社、工場を置く日本のシューズ製造業者。久留米市内では、アサヒシューズ、ブリジストンと並んで、ゴム3社と称される。日本で初めてミシンを旅製造に導入したほか、1922年にゴム定時化旅の商品化、1958年、南極観測隊ブーツの製造など、創業当時から新しい試みに積極的に取り組む社風である。 土屋旅創業者の倉田運平倉田運平は衣服の裁縫をする長物師を始めたが、同業者の多いことから長物師に見切りをつける。当時、旅は各家庭で作ることが多く、出回り始めた製品も粗悪品が多かった。製品主義を信条として、倉田は1873年に、久留米市、米山地で土屋旅店を開く。 1894年には、周辺の土地を購入し、店舗の拡張と、本店裏に工場を新築すると、ドイツ製青、貝印の、すぬい手回し式ミシンを2台、高縫い用足踏み式ミシン3台を導入した。旅製造業界としては、初のミシン導入の事例となる。また、この年まで、バグ、革靴の製造も行っていたが、 資金回収が悪いことを理由に外部に事業を売却し、旅製造販売を専業とするようになった。旅の工場生産には、久留米周辺の農村の余剰労働力が利用されたも、同様。倉田の優れた技術もあって、土屋旅店の旅は、評判となり、1895年頃には各地に、特約店もできるような九州随一の銘柄となった。しかし、 当時の九州での旅の年間需要量は100万足を超えていたと言われ、多くは九州以外で作られた旅であった。このことから、倉田は、販路拡大を計画し、長崎市に工場を建設する。に限りますの文字が書かれた広告を電柱に貼り、長崎市民の間でこの奇抜な広告が話題となると、広告の上部に土屋旅と追記。当時の新聞紙上で、 全国無類と称賛されるほどの宣伝効果を上げ、一足あたりの単価が安かったのと、相まって、長崎市では、年間1万足の売り上げを達成する。続いて、社員が、旅と宣伝用の鉄製の看板を積んだ箱車を、引いて、九州各地に訪問販売を行い、販路を拡張していった。1900年には、皇太子義人と、 九条節子との成婚報酬として絹旅を、献上している。土屋旅の販路は九州のみならず、沖縄、中国地方、四国地方にも広がっていき、1910年には、大阪市東区本町に支店を開設する。1911年、1912年には、日本産業百覧会で名誉大賞を受賞する。1914年には、 民間人飛行家の坂本敏一に宣伝飛行をさせたり、PR 映画を制作し、日本各地で公開することで大きな宣伝効果を上げた。1915年には、官員の宮古都と人新郎の本社視察を受ける。1917年に合名会社となる。1920年頃より、アメリカ合衆国のスニーカーを参考に、自動用布靴の研究を始める。 1923年より、ゴム手を貼り付けた自家旅の製造、販売を開始する。1925年には、運動靴、ゴム長靴の製造、販売を開始する。1928年、世界的に明瞭で親しみやすい、ガツと星を運動靴のマークに採用。海外輸出強化が狙いであった。中近東、一部、中国向けには、 コウモリインを採用した。1931年に株式会社となる。社家、雲の翼も同年に定められた。日華ゴム工業株式会社、日華ゴム株式会社、月星ゴム株式会社、月星化火星株式会社と解消を行う。から販売代理店となっていた長田商店は、先立って1954年に、月星商事株式会社と名を変えている。 1977年、ニューバランスのブランドライセンス契約を締結。1981年、コンバースのブランドライセンス契約を締結。1987年日本初のウォーキングシューズ、ワールドマーチを発売。1988年ニューバランスジャパンを設立。当社設立後も、最近まで、ムーンスターの創業家の一族が社長を務めていた。 現在も主要株主であり、支店など直販部門を通じ卸しを継続するなど強い関係である。2005年コンバースフットウェアを伊藤忠商事との共同出資によって設立。2006年にはさらなる海外展開とムーンスターブランドの価値向上を目的に現社名株式会社ムーンスターに変更した。創業140周年を契機に ムーンスターブランド構築に本格的に着手。業界初の製品保証制度への取り組みやクルメ工場を活かしたユースゾーンへの新商品開発などすべての世代に愛されるブランドを目指している。2007年、子供の成長にとっての靴の重要性を考え、足型計測器、フ、トルによる足のサイズ計測や、 専門の研修を受けたスタッフによる適切な靴の提案を行う子供靴専門店元気キッズを設立2013年1964年から定番商品として愛され続ける和履きスクールカラーエムがグッドデザインロングライフデザイン賞を受賞2014年10年後の姿を見据えた成長戦略中長期経営ビジョン MS ビジョン150を発表。消費者との接点の拡大、海外市場の拡大、大人、シニア市場の拡大を戦略の柱としている。2015年7月新ブランドスローガン、タイムウィズプライド、ひたむきに歩み続ける。が制定された。2016年ウォーキングシューズ、ムーンスターワールドマーチ、プライドシリーズがグッドデザイン賞を。 受賞2018年7月キッザニア東京にパビリオン出展2018年10月東京銀座に初の総合機関店ムーンスターファクトリー銀座オープン2020年6月福岡役員に機関店オルソームーンスターオープン東京支店ありがとうございます